タルコフ氏の皆さん、どうもアイロンプリンです。今回はタルコファーなら避けて通れないカスタムのマップの解説をしていきたいと思います。それでは行ってみよう。ハッパチキー。カスタムはめっちゃ大雑把にするとこんな感じ。川向こうかそうじゃないか、山側かそうじゃないかって感じで、公式の域のマップはこうなんだけど、これだと細かすぎてちょっとよくわかんないから、ざっくりするとこんな感じ。じゃあ主要な建物を紹介していく。まずは東側から。ここからこっちの方向に見た景色はこんな感じで、一番近くにあるここが倉庫群。ここはマジで名前の通り倉庫があるだけ。次にこの写真でチラッと見えてるこの赤倉庫、この赤倉庫も名前の通り赤いクソデカ倉庫があって、たまにタスクで来ることになるからチェックしておこう。川を渡る前の主要な建物はこれで終わり。ちなみにここからこっちの方向を見た景色はこんな感じ。基本的に道沿いに歩いてれば線路や川が見えるから道を目印にしてみよう。そしてこっち側の PMC の脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ。川の渡り方は橋を渡るかこの辺りの陸続きを渡るかになるんだけど、いずれにせよ対岸からスナイプされる危険があるので常に遮蔽を意識しながら渡ろう。じゃあ次は川を渡った先、まずは山側といっても、山側で覚えておきたいのは社員寮だけ。社員寮の外観はこんな感じで、ここは激戦区なので気をつけよう。もし山側で迷ったら壁沿いを歩いて線路を目印に大通りへ出よう。次は反対の建物側、こちらはパパッと解説していく。川を渡ってすぐのルアフ、ここはスカブが多いので要注意。ルアフ抜けたらインテリ島、インテリ島回復が湧くのでこちらも激戦。インテリから南に行くと奇獣旧建設、ここは実際何にもないけどタスクで数回来ることになるからチェックしておこう。奇獣旧建設のお隣は旧建設、こちらはちょこちょこアイテムがあって地味に美味しい。旧建設から北上すると新建設、ここは猛者と奇獣に乗ったスカブに要注意。新建設の北の線路の先、赤い部分は行き過ぎるとゲーム外最強スナイパーに撃たれるので、このデッドスカブより前には行かないこと。線路沿いにあるのはオールドガスステーション、略してオルガス。緑のスモークが焚かれてたらこの建物の地下で脱出ができるよ。ここまでの PMC 脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ、オルガスを出たら電源倉庫と七種の倉庫に連チャン。丸々あさるとなかなか美味しい。タンクに挟まれてるこちらはグラボ倉庫、名前の通りグラボが湧くことがある。ここまでの PMC 脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ。以上でカスタムズの主要な建物は終わり。ハッパチキー。ここまで見てくれてありがとう。これでカスタムへの理解がちょっと深まったんじゃないかな。もし深まったって人はチャンネル登録といいねよろしく。一緒にタルコフを楽しんでこう。